シームズ。なんか見た感じいませんよね。この人とも喋っとこうかな。ペット用品を買う、握り。ペット用品を買う、ちょっと見てみようかな。さっきの病院と同じものが売ってるのかな。来た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 。なんか食べ物っぽいけどね。なになに、ブーブーおもちゃ。ペットのおやつ。ボール？骨か。骨いらないんだけど、そもそもワンちゃんがいないっていう。あー、これもしかすると、え？仕事？ちょっとよくわかんないけど、なんかやってるけど、いないね。広い公園だなー。これ多分ライブラリーで人住ませたよね。重くなるし、オフラインでやってるんですけど、これ病院だよね。暗くなっちゃったね。あ、夜だな、もう眠いな。あれだね。ちょっと、調べないとダメかな。普通に、いるのかなと思ったんですけど、なんか見当たらないね。野良犬的な、子たちね。猫はいっぱいいるんだけど、やっぱ違うのかな。じゃあちょっと帰ろうか。一応下見という感じで、病院と公園を見たんですけど、まあ、野良犬はいないという解釈でいいのかな？さあ、帰ってきたんですけれども、あのね、もうちょっと一回、ココナツくんは、寝てもらって、君だよ、君。何が起こった？どうしてまたベビーシッターになったのかな？一体全体何をしたの？クビになったのかな？仕事を探す。てか仕事を、もう、料理人、勝手に辞めてるよね。なんで？まあ、考えられるのは、首だよね。あれ、料理あるんだけど。え、どういうことだ？わけがわかんない。ちょっともう一回戻って。辞めます、辞めます。レベル1から？初期はないからだー。もう、どういうことよ。そうそうそう、あのね、これ買ったんですよね。あとこれね。これは、アリスタちゃんのね、楽しさがね、すごく下がってっちゃうことが分かって、運動してもダメなんですよ。なので、このチェス台をね、与えてみたところ、これ、趣味のところにあったんですけど、また殴ろうとしてるな。寝よ。あったんですけど、これ買ったらね、楽しさがね、上がることが分かりました。あとこれなんですけど、バーテンダーのやつね。このドリンク作成っていうのがあるので、はい、あげられなくなっちゃうかなと思って、これをちょっと買いました。うん。こんな感じですね。では、アリサちゃんちょっとね、料理して。一体全体何が嫌で、何がどうしてどうした？そんなことあるの？勝手に料理やめちゃうとか。なんでだろうね。もう大嫌いで大嫌いでしょうがないのかな。ダメだよ、美味しいクッキー作るんだから。私と一緒じゃダメよ。で、もしこちゃんじゃないや。アリサちゃんが料理終わったら、先にじゃあシャワー浴びといてもらおうかな。料理終わったら、食べてもらって、で、次にココナッツくんも朝食を適当に食べてもらいましょう。お腹ペコペコだね。で、今日は？あ、まだ休みだね。食器洗いのアシスタントに降格しちゃったけども、あんまり働くことが好きじゃないのかな。2日間、まるまる休みがありますね。ではちょっとこれやらせてみようかな。ドリンク。練習でいいのかな？練習。お風呂行ったらですね。トイレが壊れてるんじゃないかい？壊れてるよ。トイレ壊れてるよ。修理。お腹ペコペコだけどなかなか順調に行きませんね。二人分ね、料理作っといてくれればいい。あ、作らせればいいのかな？私が。アリサちゃんに。作らせて、置いとけば、プールで食べてるね。プールで食べてるけども、まあ、食べ終わったらばちょっとトイレを直してもらいたいので、やっていただくんですが、おお、やってるやってるやってる。これで、上がるのかな？さすがに。誘惑的になってますけど。あ、50% だ。え？そう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 、料金入ってた？ちょい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 、これね。
618円になってるんですけど、まあでもね、結婚したことで2人分になって、仕送り的なものが、ちょっと上がったんで、一回やめて、全部やめて。全部やめてもらって、ん？嫌いなことを認める、いや、認めないで。ダメ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 。仕事だから頑張って。で、お金払って、また私を殴ろうとしているのを練習させる。50パー100まで頑張ってもらおうかな。で、自信がある彼は、ピッとね、スコーチか。さすがにこれはコーチできないよね。そうだよね。じゃあ、外見褒めて、仲良し度をさらに上げておきましょうかね。頬にキスするぐらいならば、止めないでくれるかな。手をね。そして、すごく不快になってますけれども、まあ、やってれば好きになるから、大丈夫大丈夫、50%ですね。50%から上がらないな。じゃあ、ココナッツくんは、ちょっと私が裏でワンちゃんの飼い方を調べますので、ちょっとボクササイズに励んどいてもらいましょうかね。はい、今ですね、見てきたんですけども、スマホらしいですね、スマホ。スマホかパソコン？スマホかパソコンの、なんか世帯というところがあるようで、そこをね、50%から進まないか、料理行こうか。そこになんか、買うというものがあるそうなんですよね。ちょっと見てみようか。電話。世帯なんてある？世帯？ウェブ観覧かな？世帯なんてないよね。携帯、世帯って書いてあるんですけど。え？携帯、世帯、タブ、サービスを使う。サービスを使う？世帯タブってあるんだ。これか？あ、サービスを使う。これじゃない？あ、すごい、養子も迎えることできるんですね。てか、ありましたね。これだ、これだ、これだ、これだ。やった！ってことで、じゃあ、ワンちゃん、行ってみましょう。いよいよ、この家庭に、動物が、なんだこれ。姿が、おー、すごい！ 大きい声出しちゃった。ピーナッツバター。名前かわいい。てか、いいね。引き取るっていう感じで、ブリーダーさんからきちんとした形で、譲り受けて育てていくわけですね。なるほどね。メスがいいな。メスがいい。女の子がいいな。ピーナッツバターかわいいな。これ、犬種、ラッセルテリア、本当にある犬種なんですかね。そうなんだ。じゃあ、バブルスにしようかな。大人。子犬、いや、大人でいいや。大人がいい。じゃあ、大人のバブルスくんを、これでどうなるのかな？やっぱ大人の子とかもね、積極的に引き取れるような人間でありたい。私は。ありたいな。スキルが上がったけど、バーテンスキル上がったけど、ちょっと料理やっといて。料理レベルが上がんない。で？ワンちゃん。あ、こんなところに。いやー、かわいい。なんてかわいいんだ、君は。おーい。友人になって、で、自己紹介して、ボミーダ。家族に迎える。家族に迎えていいのかな？迎えちゃって、てか、なんでこんなとこ放置されてんの？なんか誰か、あれ？人がいる。なんかスーツ着てる人がいる。おい！おい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 、ちょっと直して。